はい、おちゃん。イエイタ。はい、M4。クロスボウ。オッケー。はい、きついと。こっち、一旦下から行くね。で、今回なんですけど、タイトルにもあると、ちょっとエヴァの、もう本当に一瞬なんですけど、うんうん、ただ、許可いただいたんですよ。荒野行動非公式ボットさんから、ありがとうございます。これ使ってくださいって言って、いや、マジありがとうございます。概要欄に載せておいてね、よかったら。あ、う、と、ん、でちょっと、一旦ここ、とりあえず処理しましょう。二人います。これ、クロスボウと申しなかったね。やばい。申しなかった。あ、足音、足音、足音。こっちやった。オッケー。一回中やる？オッケー。ごめんごめん、俺、あ、ちょっと大丈夫よ、入ったかった、ちょっと待って、一瞬回復させて、あ、ちょっと2個だわ、俺やべえわ、そうそうそうなんですよ、回復させて、おお、なんだなんだ、おお、ビビった、ナイスナイスナイス、あまりもナイス、これ上にもう一人いるよね、いいと思う、おお、危ねえ、牛さんが来て、牛さん、ちょっと武器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 、ちょっと帰るよ、ちょっと回復ないっすか、どこ、ちょっと待ってね、まだ2人いんじゃん、てか、え、上、あ、これ別の人間だ、あ、そういうこと、ちょっと行きますか、上でガタガタ触れてるよ、かわいがってるよ、ゆっくり行こう、ここではない、右の部屋じゃないかな、多分、あ、いるいるいる、漏れてる漏れてる、体が漏れてる、あれか、ちょっと待ってて、オッケー、あ、見えないな、こっちから、あれか、オッケーオッケーオッケー、何とかするわ、いけるよ、あ、いける、よい、やってやってやって、一人やった、オッケーオッケー、ナイス、チームのプレイです。終わったかな、さすがに終わったっぽい、さあというわけで、もうポンと出しますよ、はい、ポン、これやばくないっすか、さすがに高まる、てか多分だけどさ、うん、2号機とかもいるんじゃない、そうなんです、てかこれ初号機でさ歩いてるってやばくない、めちゃめちゃテンション上がるっしょ、いやこれはほぼ確定だと思うんですよ、さすがにコラってこともないというか、嘘だったらやばいよ、ちゃんと動いてるんでこれしっかり、すごいよね、いやだからもう近いんですかね、これ一応なんかなんで映ったか僕ちょっとそのソースわかんないんですけど、うん、まあ、でもこれ見る感じさ、うん、海外版のやつっぽいよね、エヴァ即なんとかよとか言ってるから、うん、もしかしてだからリーク情報を、うん、誰かしらが掴んでそれをまた僕らが許可いただいたって感じなんですよね、まあでも、まあ、その可能性濃厚だね、ほぼ確定だと思いますねこれは、いやでもね本当にね、なんだろう、こういうの待ってた、うん、なんか車とか、まあもちろんさすがにコラボ車は俺も嬉しいんだけど、おうおう、もうなんか安直なやつ、ね、そうそう、シンプルイザベストだよこれが、そう本当にもう安直にこういうもうコスプレさせてくれって話じゃん、おお、なんかテンション上がったね、あ、ここいるっぽいだよ、ここじゃない、あれ、いた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 、うれしすぎて撃っちゃおう、あ、ごめん、どこ行った？いる、普通に。よし、嬉しいからパパ頭抜いちゃうぞ。頼むわ。抜かれちゃいそうだぞ。これ結構やばそうだな。うん、2人いる？もしかして。2人と2人いた。嘘。めんどくさいな。だから隣にもいるかなって。あれか。よし、見えたな。これ。オッケー、1人抜いた。ナイス！天才！夜は。うわ、うまいうまいうまい。頼む頼む。やっぱ、うまっ。うまっ。近い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 、浮かべ浮かんでは消えるか、浮かべ、あ、浮かばないし、みんな消えた、いや、殴られるよ、これやばい、間違えた、追い越しちゃった、お茶さん、浮かんだよ浮かんだよ、嘘、あ、リュック1個、どうした、切ったわ、あ、切った、ナイスナイスナイス、お前は絶対に切る、俺が絶対に切る、反直さなら負け、お、やる、俺がやったの、うん、そうだよ、すげえ、通り際に切った、あ、やばい、エースさん、本物来た、本物来た、お疲れ様、でむずいっしょ、これ、え、派生した途中から、ちゃんとした音程で歌う、うん、待て、
はい。待って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 。でー。待って、なんだっけそれ、ででなんだっけそれ、そう、FF みたいになってない、ででじゃないの、あの、なんか黄金伝説とかそっち系だっけな、あー、悪くないね、悪くないと思う、あの、料理、いや、違う、え、ヒント言う、うん、鑑定、あ、あの、なんでもないですね、なんでも、そうそれはむずいよ。A ランクで今のは。本当かよ、絶対みんな分かったぞ。いや、絶対分からん。あのね、微妙だった。なぜなら。そう。音程もちょっと探ってた。気持ちね。うわぁしかし何来るんすかね、エヴァ。結局ね、仲間だと思うよ、俺は。あー、なるほど。ポップテピピックみたいな。ペンペンね。あと、ミニキャラとかいるじゃん、結構エヴァ。ミニシンジ君とかさ、ミニシンジ君ね、ミニゲンドウ、最悪じゃん、ミニゲンドウとミニシンジ君、ミニゲンドウは 0.01% だよ逃げるのかっつって、逃げちゃダメだっつって逃げちゃダメだセンサーみたいなつけてさ敵がいて逃げようってなったらな、あの、叫び出すんだよシンジ君が、なるんでしょう、逃げちゃダメだっつってクソタコじゃんでもちょっとあのね、もうなんかそういうネタでもいいから欲しいわ、そういうのが欲しいかもな、いやてか、あの、普通に連れて行きたいな、戦場に連れて行きたいよね、うん、しかしガンダムってなんでそ、あれ、あんなコラボ少ないんですかね、いや、なんだっけな、なんか前俺聞いた気がする、なんかわかんないんだよな、そのなんか会社によるんですかね、これ、あ、聞いたわ、そう、最近あのなんか俺、超最近聞いたんだけど、うん、ガンダムって1回目の放送で、うん、その人気が出なかったのに再放送で、うん、その人気が爆発的に出たんだよね、はい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 、で版権がめちゃくちゃ変わってるんだ、あー、そういうこと、うん、だからっていう風にここ最近居酒屋でおじさんに聞いた、もし違ったらおじさんが悪いおじさん本当なのそれガンダムすごい好きなおじさんがいて、エボっていうのはね、で最終的にバンナムがそのプラモの版権をやば、それやばいわ、だからあの間違ってたらあの、うん、文句おじさんまでお願いします、わかりました、でも YouTube と著作権とか版権って永遠の課題だよな、まあそうだね、この間さ、俺個人チャンネルの方でキングダムハーツ配信してたじゃん、ああ、あれあの全実況者が同じ場所で、うん、あのブロック食らったんだよ、あ、そうなんだ、で、その配信ルールもちゃんと守っててやったんだけど、なんかその YouTube 上で、おうおう、ラプンツェルのあるシーンがなんか映画と誤認されて、映画のクオリティが高すぎたのか何なのか分かんないんだけど、すごいねそれ、ほぼ全実況者が同じ場所でそこでブロック食らってんだよね、あ、映画アップしてるって感じはしちゃったんだ、そうそれはもうさ、いよいよどうなのって思って、ちゃんとルール守ってさ、めちゃめちゃ収益化もせずにやってしたら普通に、あ、引っかかりましたみたいな、いやみたいな、あの、その要はなんだろうな、機械が判断してるんだよね、映画かどうかを、多分ね、そしたらクオリティが高すぎてこれ映画やんけ、うん、お前やったなってなったわけで、そう、でもモンハンの時もこれ同じ事件あったらしいっすよ、確か、おうおうおう、どういう感じの、モンハンの時なんかなんなら晩祭りっつって、おう、なんか普通に著作権ルール的に OK なのに、うん、なんかの検知で引っかかっちゃって晩祭りになって、おうおうおう、で後から申請して全員戻ったらしいんですけど、おうおう、恐ろしいよなと思って、やっぱその機械って逆に大変だよね、そういうの検知するの、まあ、人間ならさ、まあ、これゲームだって分かるじゃん、うん、ゲームって書いてあるから、うん、ゲーム実況だから怖いよな、本当にどこで引っかかるか分かんないもんね、まあ、一歩間違ったら系だよな、そうだよ本当に、突然だからさ、この荒野行動で宇多田ヒカルの曲流れたらさ終わりだよまあそれはさすがにさ、荒野行動が悪いんだけど、多分実際さ、あの進撃の巨人とかでさ、あの曲流してほしいとかで、今回のエヴァコラボでさ、うん、あの魂のルフラン流してほしいとかさ、車から、あ、そっかそっか、あるじゃん、それやるとさ、引っかかるんだよ、動画化したら引っかかっちゃうね、うん、ちゃんと OK 取ってても音声自動検知で引っかかるとかね、
わあ、それちょっとでもエヴァのは流してほしいな。いやー怖いよー、怖いよー。しかし敵おらんのー。おらんのー。ん？いた。どこ？そこの家の中。いやー今俺も撃たれてわかったわ。どうしようかこれ。こっから撃ち合うのもなー。デスコなら撃つ。撃てるっすかねー。砂があればって感じだよね。まあ、あるにはあるけど。あるにはあるんだけど。まあここならやられても一応見えねえや。車持ってこないとな。持ってくるわ。オッケー。あ、ひょっとしてこれ。どうしたっすか。当たった。ナイス。どこにいる？2階、普通に2階。はいはい。ああ、どうだ2発。足りんかった。回復します。毒ガスボールめっちゃあるよ。あ、じゃあ一発投げたらいけるかも。また一人。わかんないっす。2人だと思うけどね。2人か。あれか。いいでしょ。いる。いや、抜いた。寄ります。もう1人いるくね？でも。いるいる。毒ガス投げまくるわ。オッケー。これ手前の方がいいのかな？これとか貫通するのかな？いいんじゃない？お、ガス弾で倒した、倒した。多分起こしてすぐ倒れたんだと思う。さらに中に入って。これ痛いっしょ。見つけた。多分死んだと思う。よし。さすがに無理じゃないかこれ。軍内です。いけてんのか。いけてんだ。いけてる、いけてる、いけてる。マジかよ。行く。手榴弾も3つあるから待ってて。オッケー。なんだガソリンでもいいか。ありだね。なんでも使おう。じゃあそこガソリン大丈夫か。してないか俺ら。わかんない。俺は当たんない。あ、やった。行った。ナイス。あ、やったやっぱり。あ、でも、あれ一人しかやってない。マジ？痛い、アップで。ナイス？なんかすごい生命力だったね。確かに。すごい、すごかったね、今の。生命力って言い方あれだけどね。力強い。あと26人で人類保管計画完成するのか。パシャル。パシャルって何？パシャンって最後なるじゃん。なんっけ、あの人類保管計画パシャンってなる。ええパシャンじゃん最後。全然わかんない。これ以外の擬音は多分存在しないよ最後のあそこに。パシャンだよあれ。パシャンドバーンじゃないの。ドバーンパシャン。合わねえマジで。久々だこんな頭に血上ったの。 99.8% 取れる自信あるよ。いやこれちょっと頭血上ってるわ俺久々に。ほんとえお茶さんこのエヴァ好きだったっけ。久々だわエヴァ。いきなりサラリーマン聞いたのだったよ。屋上へ行こうぜ。物資あんじゃん。どこワイワーの物資を取らなあかん。また何とも言えんシーン持ってくるね。そんなにあってもないし。それで危機物とか言ってほしかった。汎用性いいよあれ。汎用性めちゃくちゃあるよ。いるできる。いるいる。わいはあいつを殴らなあかん。どっか強いポジション取っていいなこれ。丘上。あー雲多いね。なんかきついっしょこれ。ロケット発射。いや丘上しかないか。やばいかも。それはやばいね。やばいかも。いや乗れこれ乗る乗って乗ってエンサー。あの撃たれてる。乗って。オッケー。やべ車も来た。逃げ穴から。ヒー許してください。どっから撃たれたか分かる？いやもうなんか分からんかった。なんかいろんな男に音鳴ってて。残酷なエリアで終わり。うわきついこのエリア。残酷だな。何するかな。あ車あった。あおお神持ってこれ。そういけるエヴァ8号機やった。8号機ああそれ暴走するやつだよ勝手に。確か8号機なんてないから。それなんかあの当時が乗って侵食されるやつじゃない。それは3号機かな。4じゃなかったっけ。よいしょ。大体その辺だって。あれ感動したな。感動なの今日は。当時会でだから。当時会感動ってかガン泣きした。
悲しい、ね、まあ、あの幼心に刺さったね。刺さったね。さすが。いや、刺さる刺さる、これは。刺さる刺さる。危ねえ。よかった、刺さらなかった。やばい。マジマジマジ。割られた割られた。動か。やばいやばい。やばい動くわ。やばい動かんっていう以上に動くわ。マグマダイバー。よし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 。危ねえ。めっちゃ撃ってくるやん。ギリギリだね、常に。ここも弱いな。いた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 。いた近い。アグリジめっちゃ走ってる。走ってる。あれか。うわ、ごめん。オッケー。これはしっかり起こします。これして大丈夫でしょ。大丈夫、起こせる。左の山上の方走ってた。いや、それはまずくないか。せよせよ。オッケー、入ってった。危ねー、岩頭出した瞬間抜かれたわ。ね、めちゃくちゃ重かった。守備はきついんですけど。あ、いるいるいる。75の家の裏いる、確認してる。エリア行くしかないな、これ。出るよ。オッケー。いや、でもこの辺は危ないこと。危ないし。どうする？いやマジで動きようがないんだけど。この瞬間、心を重ねて一緒に動くしかないんじゃないか、お茶君。オッケーオッケーオッケー。いけ、今だ。オッケーオッケー。バカ信じすんなよ、バカ信じすんなよ。やばい、バカ信じ。やばい、やばい、バカ信じ。バカ信じ。バカ信じ、バカ信じ。バカ信じ、頼む。あとは、信じ。お前だけだ、信じ。絶対無理。君が決めるんだ。4年が働くっちゃ。ドゥドゥドゥ。ドゥドゥドゥ。なんか負けそうな音楽やめて。ドゥ。あの、きつくねえこれ。やばいね、人多すぎだろ。大丈夫、あの、こういう時に逃げちゃダメだで、逃げ続けて勝つのがお茶さんだから、俺信じてるから。オッケーオッケー。はい、逃げちゃダメだったと。